ゲーム、こんばんも。はい。今年も一年よろしくお願いいたします。あー、なるほど。ハッピーハロウィン。なるほどね、オッケーオッケー。上のやつ先にやるんだ。ってことは上にですな。こうか。いや、違うな。あーあー、そういうことか。こうだ。で、こっちから行くの。わかんない。で、こっちから行くんだね。はいはいはい。ごめん。え？よくわかるね。ああ、なるほど。来た。これで1個増えたから。おめでとう。これでいいのか？これできるか？いけねえ。こうか。いけねえ。斜めにはいけねえんだな。分かったかも。分かったけど、待って。どうやって持っていけんだ。最初やって、むずいな。わかんねえ。これ真ん中に持ってきたいんだけど。葵の真ん中にしたいの？違う。ここに持ってきたい。この石を。多分これじゃいけないもんね。これはむずいな。右端のは動かないのか。右端の動かない。固定されてる。別のギミックがあんのかな。でもこれしかないよな。あと一個これだもんな。右側のやつしかないと思うんだよな。これでいけないよね。そうだよね。
いなこれ。崖って鍵縄で登れないの？崖、鍵縄で登れました。すいませんでしたありがとう。こういうの抜けるな。天才ありがとう。これに囚われてたわ。なんてこった。あは、でも待って、これ最後もむずいな。これ真ん中にできなくね。これでいいのか。これでいいのか。あ、これでいいわ。天空の光。あ、全部揃った。あ、揃ってねえわ。あと3つ。おめでとう。すっきり。通常攻撃時に MP が1回復する魔法攻撃力5。強いのか弱いのか分かんないな。あ、でも強いのかな。最大 HP 30。最大 HP 超えるのこっちの方がいいか。OK。ミッション終わり。え、どうやって思うんだろう。あ、こうか。最強じゃんこれ。マジで終わりじゃん。もうエンドコンテンツだねこれも。フレッシュマンサーの以上。こんなん強すぎだろ。いよいよか。いや、まだ行くとこは全然ある。ワープまさかの最後だったね。ワープというか、まあそうだね。船になるんだ、すげえ。まだまだ行けるとこあるぞ。いっぱいあったからな、行けそうで行けないとこ。こことかね。こんにちは。わーい。運命の時。なるほど、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 楽しそう。間違えた。動かね。
わあ、これ最初にしか使えないんだ。なるほど。ギミック分かった。はあ。はいはい、分かった。ここ行って、ここ行って。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、そっちじゃねえ、そっちじゃねえ。やりづれえな、これ。こっち行って。こっち。ダメだ、失敗したー。こっち乗って、矢印の方向か。違うな。と矢印の方向。むずくねこれ。これ無理じゃね？もう。あれは押さないの。あ、いや、あれ押したいの。あそこに行きたいんだよ。あれ？さっきの、さっき行けんのかな？あ、行けたか。なんかね、自由に動かないんだよ、これ。走れないんだよね。これでいけるか。いけたいけた。で、今度はこっちだ。こっちむずいな。おう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 。簡単だな。簡単だったわ。余裕じゃん。届きませーん。あ、届くわ。これか。届いたわ。曲の鎧。いや、最強そうだな。おめめ。あと2つあるってことかな？天の鎧が戦士は身の通る究極の防具。うえ。隠し通路。パー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 。今日は忙しくないの？今日は大丈夫かな。さあ、これ
全然わからんぞこれ。閉じるか。なんかなんとなくそれで良さそうなやつでいこう。これだ。はい。違う。違う。全然わからん。なんだこれ。謎の力で封印されている。ロマヤの隠し通路。ロマヤ、ロマヤ。ロマヤってどこだっけ？なんかあったよね、変なの。なんか模様だけあったとこ。呪いの館。あったかも。あー、ここじゃない気がすんな。ここじゃないな。ここだっけ。自然の寺院。はい、先に行くか。ありました。あきょん、あきょん、あかねー。なんだなんだなんだ。お、はい、なんですかこれ、なんですかこれ。全然わかんねえ。何これ。とりあえず光らしとこう。あとで崩れてたんだあれ。てかこれ何。宝山の鍵、違うでしょ。天の寺院の鍵 A。 天の寺院の鍵 A。 どこよ。穴にはまらないか。穴？今度か？壁に丸い穴あったけど。え、どこ？あ、これか。あー、さすが。本当だ。ナイス、ありがとう。弱っ。あれ弱い。これ絶対ミスったな、これ。ミスではないか。
それでこっちもやると。はいはいはい。どうぞ。全部踏んじゃったけど、これいける？これいけんくね？いけねー。え、全然わからんのだが。あー、なるほど、外すのか。え、つけると。はいはいはい。やっとギミックが分かってきた。おめえギミ。でこれも外して。でここにはめて。でここにもはめると。はい、できた。おめおめ。間違えた。でこうか。あ？輝きの剣、よえー、だいぶ早めに来るのか。起点の冊子、序盤で来れるからかな。かもね。あと一個。魔王記録10。全然強くねえ。隠しがわからんな。なんか模様あったんだよな。なかったっけ。ロマやってそもそもどこに。鳥さんに頼れば。いや鳥さんね、全然ちゃんと教えてくれないと思う。あるある間違いない間違いない。ほらね、あれこれロマやってそもそもどこだっけ。巻き貝かよ。ここだっけ。ルーセントだな。ロマやどこに行ったっけな。ロマやここだっけ。左の炎。ロマヤって確かここだったよね。ここだったと思うんだけど。
だーめんどくせー。ここのどこかか。いや、このゴールだった気がするんだけどな。あ、これ行かないようにしないかんのだ。はい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 。ここだよね。こんなめんどくさかったっけ。あー、右の貝殻ある。ちょっと覚えてないな。よく見えたね、わら。カムさんは気にならん、せめて記憶が。え？記憶なんかあんの？まあ持ってないよ。あー、だるー、雑魚すぎるんだよ。逃げるコマンドないんだよね。戦士かの懐かしい。全然弱いもんね。これだ。これだこれだ。よし、ここにお宝ある。お宝あるね。もう一回来なきゃいけねえ。めんどくせえ。めんどくせえなこれ。どうやって上戻んだ。上行けねえ。どうやって来たっけ。めんどくさいな。こっちか。
掘らないもんね、宝もね。これ周りに来させられてるからさぞいい宝なんだろうな。頼むぜ。相当めんどくさいぞこれ。赤い色の、まず色が、こうか。え、これ色変わんなくね？これ紫なんだけど、こっち。とりあえずこれだ。で、こっちは、これ。で、これは、やばい、ちょっと見づらい。多分これかな。あ、いた。やっぱり、はい、ですよね。なあ、もういいところで邪魔しちゃったこのクソゾンビ。空飛べないとあそこ行けないはずだからな。ロマヤの日記。ロマヤの日記？あ、これで記憶を、あれか？これだ。日記か。ロマヤ様のものらしいが、この、一体私のものだ。あ、そうだ。屋敷のことも全て忘れていた。あの暖かな夏の太陽も、あの美しい花々も、もう一度あそこに立てたいものだ。できることなら。黄色の炎。私森に見せてみよう。おお。回り道が過ぎるなぁ。黄色い炎。この手に持つもの黄色い炎ならば行かないのからこう。あ、どこに連れてかれるんだ。半沈み塔。
なんか敵の種類違うね。全然強い。急に強かった。体力飛んでない。うん、僕も邪魔そう。あ、そんな食らねえよ。わー、入れてなかった。はい、まあちょうどいい。レベル上げはした方がいいからな。リボンド。マナポイント。こいつはマナポイントあんまいらねえんだよな。攻撃なんか強い。魔法用にしよっか。あれは物理攻撃。よし、あ、はい、やばい、結構減ってる。ぐるぐる。いでいでいで。で、こいつの攻撃全然わかんねえよな。毎回ランダムなんだよな。行動早いなこいつ。え、なんで仲悪いの。する。逃げやがった、クソのが。メープルシロップいらねえ。よこれよ。ここにセーブポイントあるよ。セーブポイントはキャンプだけど。なんか戦うのかな。たっぷりしこれはボスいるのか。なんかボスっぽいのいんのかな。たっぷり引きを捨てておこう。はい、めめめ。あ、いけねえ。
あ、そっちからか。なるほど。はい。ドン。こっちに先に行くべきだったね。ちょいちょいいるね。敵強えなってか。めっちゃ来なかったの。結構硬えな。ここぶっ壊れるんだよな。とりあえず上行くか。悪いなぁ。それそれ逃げた。早すぎだよな。ブルブル。いけ。よっしゃ。ああ、なるほどね。はいはい、そっから落ちろぞ。桃。オブジリアン鋼、一体何が待ち受けてんだ。ホーラーの瓶だってんやこいつ。かわいいわら。あ、いた。戦う流れな感じか。なんでまたまた近い。なんでこうなった。お前はアベントリー公爵のこの世に引き止めてる。それを止めに来た。骨置いてあるな。全くバカの休みにいいな。なんだって。私の日記を奪ってここへ乗り込んできて、あなたさえ要求まで突きつけようってのかい。公爵の魂を封じてる魔王具はどこ。あのロケットは私のもんだよ。誰にも渡すもんかい。ならロケットなんだな。重ねがらせ厚かましい。礼儀知らずなガキどもだ。
今度こそ決定要求はやべえ、戦うわ。お知り合いなの、君たちを嫌ってみてたけど。おちゃおちゃうるさい、今回は一切容赦しないよ。そのような気で済むのがいいさ、あこしな。やべえ。なんかやばそうじゃねこれ。裏ボスかなんかだったらどうしようこれ。なんか普通にやばそうじゃね。曲がやばそう。敵も強かったしな。大丈夫かな。食べっかこれ。そんな人気ある。やばい気がするな。どうしよう、とりあえずヌメランかな。よい。やる。ツルツル逃げた。ダメ、見やがれ。なんか裏ボスっぽいよな。大変な雨。あ、でもそんな食らわねえか。強いです。なんで攻撃した？全然強くねえな。回復かい、うざ。これも、OK。だる。いけー。つるつる、逃げた。究極技ポータードベスト。よし、てかあれだな、ヒルタンしかコメントしてんの。みんな寝落ちしたのか。あ、しゃあねえな。あ、そう。とりあえずやるとこまでやるぞ、俺は。
あ、見てる。ありがとう。あ、普通の人は寝るわな。さすがに。次の人勝負かもね。仕事でも起きてんのはそうだ。もうこれで使ってしねえからね。やべ、死んじゃった。これでいくか。ありがとう。骨の折り、これ攻撃した方が良さそうな。どうしようかな。回復させよう。もうこれもう普通に屍が復活しなかったら余裕だけどね。肉と骨消したもんね。うん。またこいつなんだよな。いけ。あれ、究極技。ブイー。今で。イエーイ。あんま食らわねえんだけど。またかい。また骨の折りだ。またしつこいわ。次や。どうなるか気になるし。ずっと動けないままなのかな。
っと動けない まんまっぽいで、行動不能なだけか。そうだね、硬えな。待った、私の負けだよ。この年でよく戦ったよ。どこまでしておこげに。いいのロマヤ、ロケットだけ渡して、そしたら行くから。たまたま授かった生意気なガキどもが勝手に割り込んできて、私の計画を邪魔しやがって。ほら、ロケットだよ。さっさとやってな。アベントリーのロケット。それから公爵には首だと伝えなわかったかい。やめるんじゃないよ、首にしたんだ。どういうこと？おばあさん、なんでそんなに怒ってるの？僕の村では。え、そういいから。なんだって、あんた何様のつもりだい。いいから黙っていこう、な。ああ、引き時だ。はて、これは誰に渡すんだ？公爵に渡せばいいのか？本人かな。本人に渡せばいいのかな。一応休んでくか。いつになったら宝は手に入るんだ。エンドロケット、お、テレデカント、なるほど。こっちやね。このロケットはエウィルダ、エウィルダ、結局はお前が私を救ってくれた。なんとして的な、助けてくれて感謝するやつたちよ。この棺の鍵を受け取れ。我が恩的の持ち物が入ってるが、きっとお前の役立ったぞ。アベントリー公爵の鍵、さらばだ。え、どこ、場所どこよ、場所。町になかったけ、水浸しの墓場にある公爵の館を開けられる。え、町にあった。町にあったっけ。場所書いてら、
あ、水浸しの墓場っていうところ、どこ、緑か。水浸しの墓場なんかどう。町にあったっけ。なくないか。あ、バルバがある。鍵もらったと、この近くらしい。え、マジかよ。ありがとう。すぐに抜けてきちゃったよ。私の墓場ってどこだよ。でも飛び出るぞ。こう、これめんどくせえな、飛ばしてくれ。いやー、これ今日ラストは無理だな、時間的に。多分いろんなアイテム拾い集めるのに思ったより時間かかるな。まだやると多いかもね。多いな。次かな。水浸しの墓。ここじゃないよな。水浸しって言うんだから、ここじゃねえか。
水浸しの墓場。普通に考えてここか。いや、ヒントなさすぎだろう。膠着どこ。いや、消えた。医療術師の館。ああ、どこだよ。めんどくせえから調べようかな。いいや、もう。めんどすぎるわ。うん。アベントリー公爵の鍵。なるほど、わかったぞ。
この奥なんだね。ここだ。これなんか、それか。アベントリの紋章。僕の鎧。これ完璧だ。おめでとう。で、多分鍵もあと1個だからね。ちょうどついでに攻略見たおかげで、さっきの黄色い炎で行くところに虹の貝殻取り逃してけどいいや。もう、ここは行ったよね。あとどこだ？ここは行ったよね。これ何なんだろうな。ここに島があるはずなんだけど、島がねえな。動かせそうだけど。え？何が動かそう？ないな。あと1個どこだ？4番のここ行ったよね。ここクリアしたもんな。ここも行ったでしょ。あれ、なんかあった。なんだこれ。これのこと言った。さすがに違うわら。でもあれだわ、光のやつは合ってたわ。あ、出てきたね。なるほど。キャリ海底遺跡。でん。
んだあれ。これわかんねえな。あーなるほど、そうか。いけねえ。どうやんだこれ。あ、これでいいのか。ちゃんとついてなかった。これと入れ替えんのか。でもどうすりゃいいんだ。あ、これでいいのか。これで OK で。こうか。はい、ボキャリの封印型 A。 あ、やべ、1個取り逃してる。最悪だ。かかっちゃったな。
ファイア銀行。ずっとバグってる。さよなら。三つ葉大吾。どこだっけ、なんか出たよね今。これか。はい、二つ目。これ全部破片か。そうだね、多分破片。え、なるほど、3ついるのか。ここがあれだったか、ゴールインのとこだったか。間違えた。あった。よいしょ。負けた。はい、ガチャーン。うわー、光か。今度はやってることがデルタだな。これ割と簡単そう。これはこれどうせいた。あー、またやっちゃった。こうか。はい、
で、はい、ラストかな。あ、全然あれだった。全然最後は簡単だった。おめおめ。よし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 。あと1個かな。あともう一個どこだ？これか。ほら。そっちかい。入れねえけど。え？入れたわ。なんか引っかかってたぞ、さっき。うわ、これめんどくせえ。これはめんどくさいな。これめんどくさいな。でもまあここにやればいいのかな。あれ、こうじゃねえな。これで先にここでいいか。で、こっちやって、やって、やって、こう。で、こうだから、これむずいな。ここにやるわけじゃないのか。むずいこれ。できないからな。
間違えた。あ、なるほどね。そういうことか。はいはい。この絵がヒントなんだ。レーザーをあの通りにしろと。だから、わかったのか。わかったわかった。方法はわかったんだが、方法じゃねえわ。あれは分かったんだが。ちょっと待って。これむずいな。いや、むずいのか？全然わかんねえな。待て。レーザーが下に向いてんのはどうすればいいんだ？あ、いや、まず分かりやすいやつってか。まずこうでしょ。で、こっちからのやつはどうすればいいんだ。やばいねー。こいつをここに持ってきたいな。やばい、こいつは動かせなくてさ。こうか、ギリ持ってって、上に向いてるレーザーをどうやって向ければいいんだ？疑問符？いや、要はね、この頭脳の通りにやればいいんだよ。レーザーを。多分。ただこれじゃダメでしょ。
ダメだ、無茶やらきた。一回出よう。ほら、入れねえよ。何これ。あ、むずいな。いやーこれむずい、マジでむずい。全然わかんねえ。まずこれをここに出してればいいんだ。一回これ一個でもいいから成功しないと分かんねえな。いや、これむずすぎ。マジでわかんねえ。今のか。いや、これ、やり方は、やり方ってか、その、原理は原理、原理って言わねえわ、なんていうんだ。この図の通りにやればいいってのはわかんだけど、それが難しすぎる。片方がもう全く意味わかんない方向に向いてるからな。これが？これがここで。なるほどね、そういうことか。あー、どうしよう。大事にこいつか。で、こいつで、
そうか。あ、できてね、できてないのこれ。違うの。できてんじゃん。そういうことじゃないの。じゃあわかんねえや。これで違うんだったらわかんねえや。なんでよ。一個一個やっとくんじゃないのこれで。ランプつかねえわ。光の出発点は分からんね。てか、これ以外ありえないでしょ。光の出発点多分、選べないと思うけど。鏡だと反射しちゃうし。てか何が答えかわからん。あ、ほらやっぱそうだよね。結構成功。おう。むしろさっきのなんで合ってなかったのかもね。形やって見えたけどね。本当だよ。今度上でしょ。上だったらこれはここだよね多分。でこいつをこっちにやって、待てよ。こいつをこっちに持ってきて、最後よ、最後。
さっきのか。おう。あ、やっちった。そういうことか。これだ、正解。で、あとこいつをここに持ってこれれば終わりだ。疲れた。おめでとう。これは疲れた。かなり考えさせられたぜ。脳みそ疲れるね。疲れたわー、これは。無事にでも。負けた。なってんのかな。あ、ここだよね。あれ、これは海底石だ。間違えた。あれ、名前一緒だっけ。あ、やっぱ違うよね。開いたー。嘘だろ、マジかよ。戦闘は聞いてない。強っ。ちょっと待って、強いぞ。たまたまか、さっきのは。なんか、あれか、グラビリみたいな感じか。
わお、やばい。死んだ。おいおいおい、マジかよ。やべってやべって。やば。大変だ。おいおい、食らいすぎだろマジで。やっば。またこれか。これ切りねえな。これもやり続けるしかない。コンボで回復。あ、溜まった。お前の究極技はちょっと微妙だから。たまれー、たまんないと思うけど。全然食らわねえな。ああ、ダメだ。いてえ。これが強いな。グラビリみたいな攻撃。よ、これが1なんだな。いいんだ。やばいなこれ。あー、死んだ。死ねえ、死ねえか。強いな。クラゲみたいなの地味に嫌だな。やべえ。
んでしまう。あ、で終わった。強いこいつ。強かったな。でもこっから助かるな。だけど原理は分かった。これはね、多分練習あるのがいいね。え、この二人はひたすらコンボを貯める。いった、これ強っ。これも無視。あ、でもこれ失敗したな。あれの方がいいな。大足の方が よかった。間に合うかなこれ。いけるね。これが一番いいね。
ここで来るか。やべえ、死ぬかも。最悪だ。あー参った、流れを壊された。おやつ、あーピンチの復活のやつ用意してないな。でもまあまあ次のターンで生き返るか。やばすぎ。一ターンかよ、マジかよ。いやこれで持つしかないな、持ってもらうしかない。で攻撃、これで溜まったから、このターンもう OK で回復。彼も攻撃。スキルは普通のスキル。いや、普通の攻撃でいいか。やばいな、回復だけさせとくか一応。どうしようかな、コンボで回復させとくか。OK、 見て、いや、やばいやばい、マジか。王者のオムレツ行こう。あれ全然やってこないな、 HP1 の攻撃。まあいいんだけど、さあ待ってたよ。これでチャラ。で魔力も溜まった。いて
のかな。三日月ギリギリか。OK。よし。おう。なんだって？空っぽね。犬のカレーシカン、これでどういうことだ？無駄足だったな。けどあの大錬金術師さんが用もなく僕らをここへ汚すとは思えないよ。エーテルウッドのコルク。なんだと、ずっとそれを持ち歩いてたのか。ああ、このために驚かされてばかりさ。なら行こう。やつらや。これ最強の武器か。時の小瓶の仕上げにとデシアンが手作りした。最強装備っぽいな。なるほどね。でもそしたらどこだ？やっぱ人員が一個足んねえな。全部見てみる。全部？銀王ってことかい？言ったと思うんだけどな。あれ、ここ開けてない？あれ、ここ開けてないっぽいね。あったわ。あったわ。ごめん。引き渡ってもしょうがねえな。ボタン惜しいの。これ。ああ、下ろすのか。ああ、やってた。これ登って。
どうやって行くんですか？あそこどうやって行くの？これがヒントっぽいんだけど、わかんねえな。あ、こういうこと？あ、なるほどなるほど。なんか、こう、遠近法がわかりづらいよな、このゲーム。太陽のイヤリング。私も分かんなかったわら。さあ、開いた。あ、そしてあそこの場所どこか覚えてねえんだけど。周囲の敵にも溶断の威力、これもう完全にあれだね。この人のやつだね。一番最初のとこだっけ？どこで見たっけ？なんか一番大事だった気がするんだよね。ここだった気がするんだけど、違うわ。マースか？マースかな。違うかな。違うわ。なんか割と4番だったの覚えてんだよな。じゃねえか。上にいるためのあれだもん。忘れた。やべえ、思い出せねえ。あれ最初っちゃうんだよな。違うよな。ダメだ、思い出せない。あそこなんてとこだ。
もう攻略見よう。調べないと無理かも。なんて調べるんだ。封印。エバーミスト島だ。ここだ。覚えてないわこんなの。着陸場の方から入る。どこまで行く？あそこだ。邪魔。もう。覚えてないよこんなの。これドルワナよ。お主らのこの旅の中で起きた出来事。強大な武器が夢の世界に現れたのじゃ。それにふさわしい力を証明してこの武器を見たらと思ったよ。はい。この時点ではお主ら二人だけで挑んでもらうぞ。最後にもう一度わしと戦う準備をやるか。はい。では目を閉じよう。いやー、てか HP 回復、HP 回復してねプラシヌは。そんな、よ、130ってやばくね。いや、さすがにちょっと萎えたわ。セーブして今日はもうここまでにしよう。ボス戦多すぎ。さすがに疲れたわ。運はだ。いやーありがとうございます。もう5時だ。お疲れ様。よし。この日長時間お疲れ様だよ。いえいえ、明日はできるかな。ちょっと1日が仕事入ってるんで。いや、ツアー始まる前に終わらせたいなこのゲーム。あ、おじいさんお茶わかります。ホロフェスツアー始まる前にちょっと終わらせたい。ここまで来たらかなり、そうしないとかなり間が空いてしまう。とりあえず一旦おしまいですかね。ありがとうございました。まあちょっとまたやるとき、まあツイートしようかな。あざす。おやすみなさい。おやすみだよ。ありがとうございました。この時間まで。また見てね。シーオブありがとうございました。もうラブの詩かなり佳境ですね。おやすみなさい。